ごめん。半兵衛殿か。おお、やっと会えた。どなたかは存じ上げぬが、察するに稲葉山城のことでしょうな。ですがあいにく私は病の身、何もお役には立てませぬ。お引き取りを。もしやあなたが藤吉郎殿か。いや、久しぶりに力を取り戻して若返ったようですわい。おせっかいかもしれぬがお世話させてもらいますの。いいでしょう。我が師も懐いたようですし、この日滅びようと最後までお仕えいたします。まずは稲葉山攻めで私をお試しください。俺はあれ、久々に案内させてもらいますよ。表は半兵衛や信長に任せるがよい。
ぶからくりのようじゃの。面白いですな。半兵衛も湯にこしらえてくれんかの。この大牢獄はかつて父さんが作り、義達が広げたものじゃ。義達は家臣までも捕らえてのう。半兵衛も力を尽くしたが、止めることはできんかったのじゃ。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
せ。
どうしたの？浮かない顔して。おい！霊石が、ここにあるはずの霊石がどこにもない。あの戦で勝家殿は敵からも恐れられて、なんのことはない。あれは殿のお箱が出ましたな。美濃の平定、大儀である。今宵は酔え。はっ！わしは稲葉山の名を岐阜に改め、新たな拠点とし、天下取りに乗り出す。さすがは我が殿。おい、それって、おい、ははっ！であれば、これを機に我らにも新たな名乗りをお許しください。シャシャリでよって二の歩道をわきまえ。藤吉郎の吉、秀千代の秀で、義秀、二人で一つの名を。許すな。ただし名は秀吉とせよ。二人で一つの名とは古今例がない。他に類を見ぬ働きがお主ら二人であればできよう。まさに二葉のよう。